その曰く付きのところに立っちゃったわけですか。立っちゃったわけで、多分知らなかったもんね最初。最初知らなかったけど、後でえみたいな。実際にさ、どうなの、曰く付きってあんの。まあ事故物件とかあるけど、別に事件とか起きないから俺は全くそういうの信じないっていう。じゃあ実際に取り扱ってる。まあ全然あり。でも全然何もない、何もないんだ。一回そう、まあ、あとまあ建物自体、部屋っていうよりも建物自体が事故物件とか。全く、いやまあ全然あの関係ない人が急に登って急に落ちたとか。なるほどなるほどね。名誉毀損、気がないそうそういうこともある。あるで、実際さ、あのオーナーからするとそういう事故物件ってさ、あの正規の価格で売りたいじゃん。汚いオーナーはあえて例えば家賃7万のところを3万で1回誰かに契約させて、すぐ解約させて、次正規の価格でまた入居させる。なるほど。すると法律上一応告知義務はなくなる。ただ、まあ、ちゃんとした不動産業者はちゃんといるし、まあ、そこは不動産業者次第、営業マン次第。あの心理的非課物件、心理貸し物件か。あれは何の意味が。あ、要は人が死んでる。ああ。じゃあちゃんとそれを書いてるってことは、ちゃんとしてるってことなんだよ。正直グレー。ああ。分かんないっちゃ分かんないし。でもさ、残虐殺人とかだったら分かるか。あの、普通に、あの、老衰でおじいちゃんおばあちゃんが亡くなったとかも、それは事故物件に入っちゃう。はい、だから。あ、そうなんだ。すごかったよ。すごい。見たの。いや、これは見てないんだけど、孤独死してて、もう放置されてて、もう匂いがすごいって苦情が来て、しかも下の人の手筋が落ちてきたとか言って、どうやって落ちる？染みるんでしょ、だから。染みてんじゃんか。もう木造とかだとありえるよね。そう。染みるの、ウジ虫。染みたところにウジが湧くんだ。染みた体液がさ。なんか俺も聞いたことあって、なんか、マジで？なんか OL の人か、OL かキャバ嬢かな、なんかが、急に頭おかしくなって、飛び出して行っちゃったんだって。で、そこで飼ってたペットが餓死して、ずっと放置されてたんだって。それで、もう、匂いが、鉄筋コンクリートなんだけど、そのコンクリートまで染み込んじゃってるらしくて、で、もう、いくら洗っても匂いが取れない。で、物件案内しますよって言って、すごい安いからって案内するんだけども、階を上がった時点で匂いが来るんだって。一応これでも、これでこれならお貸しできますけどって言ってさ、すすで取れないみたい。なんか染み込むところに。まあでも1、2ヶ月くらいあれ、それは取れる。本当に。なんかね、刺繍。もうクリーニング中だったけど。一回見てみようって言って、あのでももう廊下の時点でやばくて、ああやっぱり開けた瞬間って、そんな何の匂い、どんな匂いなの？なんだろう、あのフローサーとかじゃない、多摩川にいるフローサーとかではなくて、もうなんか変な匂い、ムワッとする、多分あれは初めて嗅いだ匂いかもしれない。でもまあ料理とかする人はよくあの肉が腐った匂いのなんかひどいやつとか言うけど、俺は嗅いだことない匂いだから。なんだちょっと予想とは違う、腐った匂いって思うから、なんか変な匂いって思いきや、なんか酸っぱめなイメージ。酸っぱめって言うと、でもちょっと甘いかもしれない、甘い、酸っぱい、甘い、いろんな匂い、いろんな匂い入ってるんだね。要するに腐った匂いだよね、なんかこう、何かが、だから有機物がとことん腐るとなる匂いってことですね。なるほど。なんかふわーって。超臭い。刺さるような匂いではないわけ。刺さらないね。じゃあだからアンモニアみたいでって感じじゃないんだ。なんかタワガの彼らの匂いではないってことね。あ、もうあの人は刺激じゃん。スンパイはイメージしかもうヘみたいな。ヘ、ふけってふわって。そうだね。ふわってくるね。ふわってくるね。あんな感じ。うわ、なんかやだ、もうすごい、なんか鼻腔に残りそう。うん、きついわ、それ。それは、孤独死の人、孤独死の刺繍を嗅いだってことね。そう。
するわ。いや、そこでもう4部屋のちっちゃいアパートで、うん、みんなすぐ出ただよね。 4部屋全部空いて、ただもう超安い。みんな匂いで出ちゃった。匂いで1回出て、でもちゃんと匂いは消して、リフォームして、でもうすぐ入った。なお、その人たちってさ、そんなすぐ簡単に引っ越しできたんだね。まあ、あの匂いが、だって廊下ですらすごいってことは、部屋の中もすごいと思うから。隣の人なんてさ、あれ無理、絶対俺だったら、ホテル行くわ。俺も無理。っていうくらい、超きつい、ね。でも引っ越し代金悪いけど、会社出して、業者出してくれよって思っちゃう。そうなんです。使いできないね。だよね。仕方ない。まあ、家主が出すかもしれない。ああ、そうだね。まあ、オーナーあたりがね。そうそう。なんか、戦えない。法律的に。オーナーに対してしょうがないから、事故だから。オーナーだって悪くないしね、言っちゃえば。まあね、もうちょっとね、死にたくて死んでるわけでもないしね、老人の方、そのタイミングで事故としか言えないよね、やっぱね。ハエとかもやばかったし、昨日だからその上司が言ってるんだけど、それはもう警察と一緒に行って死体まで見たらしいんだけど、どうなってた。いや、もうなんていうの、ドロドロっていうか、もうあと体液とか、匂いもきついし、ハエがなんかちょうど夏で、ハエ何日ぐらい持ちたんですか。いや、もう結構らしい。でも、いや、そこまでは。でも夏で、すごい蒸し暑い、しかも2階建ての2階だから、ですごい多分普通よりも腐る条件が重なって、それですぐ匂いに気づいたっていうのもあるから、多分 2,3 週間くらいだったらしい。2,3 週間も放置はえぐいな。それは普通に考えたら超暑い、ちょうど多分2年前くらい今まで働いてたから。ハエがもう100匹、少なく見積もって100匹いたっつって、もっと集まるのかな。なんかさ、何を、その死体を食いに来てんの、彼ら。食いに来たじゃん。なんか死体はすぐね、ハエが湧くっていうもんです。卵を見つけやすいんでしょ。そうそうそう、ジムシとか見たことない。ウジが成長するとハエになる。そう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 。あ、そうなの。あ、マジで。そうだから、赤ちゃん、ハエの赤ちゃん。あ、そうなんだ。そうそうそう、知らんかった。そうなんだよ、ウジはウジで終わらないんだよ。だからハエが卵を見つける死体に。ハエは敏感だよね。なんかハエが一番来るじゃん、死体とかに。ゴキブリより。ゴキブリはあんまり死体には聞いたことないね。まあ、でも食うとは思うけど、排水溝からも入れるし。そうだね、そうだね。どこにも入る、どこにでもいるからね、いつ。いや、それはきついね。なんかお化けとかより全然きついわ。全然きついわ。しかも支店長とかになると、そういうの見なきゃいけないわけだもんね。責任者として。不動産の一番きついとこじゃない。不動産関係の人で一番きついよね、それね。お化け見たりはないんだね、意外に。一切ない。へぇー。まあ、もうね、心理的価値ありますけど、別に何もないっすよって言って。本当に何もない。それはただ気持ち悪いだけですけどね。人に。うん。SNS 活動。確かに。どんなさ、一番嫌いな、その、なんていうか、なんていうか、腐って死んだ人でしょ。大体どういうのが多いの。あ、でも腐って死ぬのが多い。あ、そうなんだ、割合的に。うん、ああ、飛び降り自殺もあるけど、全然そういう腐った方が、自然死。俺もさ、地元の結構でかいんだよな、12階建てくらいのマンションで、あのさ、大島テルがあるじゃん、事故物件サイトみたいな、情報寄せてみたいな。そうそう、そんな知ってる。なんで知ってる。で、それ見たら、結構そのマンションで3件くらい飛び降りあって、まあ多分こう入りやすいんだよね、夜中も入り込めるし、で高いし、だ自殺したいさ人がさ
そこに集まるんだろうなっていうのはなんか条件としてあるんだろうな。他にないしね、そんな簡単に入れる高いマンションが。俺のマンション大丈夫かな。多分大丈夫じゃない。意外とね、あんま世の中マンションいっぱいあるから、大島テレで見ると、うん、こう事故物件があるところって炎のマークがつくんだけど、炎だらけなんだけど、いざ拡大して自分のとこ見ると意外となかったです。まあね、そう、俺は駅前とかしかない。まあ、でもわかんないけど、俺その事故、あの漏水した孤独死したところ、うん、大島テレに乗ってないから。あ、そうだね、俺のお客さんでその自殺しちゃった人も大島テレに乗ってないから、うん、これどうやって隠したんだろうなと。まあ、絶対言われるんだけど。ああね、まあでも有志だからね。まあそう、うん、割とでも大島テレの情報はあれは割と割と生活がないですね。うん、いや、そうか、なんか母さんに聞いてみたかったんだよね、その事故物件系の話。そういうのってやっぱ合コンとかで盛り上がるでしょ。いや、もう絶対盛りダメだよ、一応ダメだよそれ。